ということでですね、筑後船小屋駅まで来ました。筑後船小屋駅はですね、何しに来たかというとですね、新幹線の駅がありますから、ここでちょっと新幹線のね通過シーンでも撮影しようかなと思ってるんですけどね、1時間予定よりも早く電車に乗ってきてますんで、まだたっぷり時間ありますからね。ソフトバンクのねなんか練習場があるみたいで、こうねぐるーっと見るとね、後ろの方にもこんな感じでなんかちょっとだけど練習とかねそんなのするんでしょうね。ちょうど向こうに見えるのが練習場だと思うんですけどね。ということで、新幹線のね乗り場の方に行ってみようと思います。誰もねいなくてね、大きな声で喋れて非常に撮影がしやすくていいです。はい、ということで筑後船小屋駅に到着しました。今正面に見えるのが新幹線の駅ですね。でぐるっと回って、こっちに見えるのが、在来線ですね。奥の方にソフトバンクのね球場があるんですけど、多分練習場だと思うんですけどね。ぐるっと回ってまた筑後船小屋とかですね、ちょっと中の方にね入っていきたいと思います。ということでですね、入場券を買いましてですね、今からホームの方に行きたいと思います。入場券170円だったですね。170円の入場券を購入しました。なんか2時台にね到着する新幹線があるみたいですけどね、その他は全部通過するんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、初めて見ました。なんかソフトバンクの本当いっぱいねありますね。こっから登って、熊本鹿児島中央方面が12-13、もう一つ上に行きましょう。もう一つ上、11番乗り場に行きましょう。3階建てになってるのかな。ということで筑後船小屋駅のね、13番乗り場、ちょうど幸先よくね、電車が通過するということで、早速、撮影のチャンスが巡ってきましたですね。ここで1時間ぐらいかな、ちょうど2時50分ぐらいの普通列車区間快速があるんで、ここで1時間ぐらい暇つぶして、あとねもう久留米まで2駅ぐらいなんで、そういう感じで行きたいと思います。もう今12番乗り場にね新幹線が近づいてきてますね。結構ねここまで下りになってるんですかね。一瞬でしたね、すごかったですね。誰もいないんでなんか大声上げて、こう早かったというかちょっとびっくりだったですね。次のですね新幹線がこの筑後船小屋駅に止まるのが、14時35分つばめ326号ということで、その後はですね今度はつばめ328号、15時34分博多駅ですかね、上りの方はですね、下りはですね14時27分つばめ325号、その後がつばめ327号、熊本行き15時22分ということで、まあ、その間はね全部通過するんだろうと思いますけどね。もうちょっと待って、ちょっとビデオ撮影したいと思います。なんか画面が暗いですね。あ、こっちだと明るいですね。ちょうど光が差す感じでですね。
さっきですね、筑後船越駅で途中下車したんですけど、駅の方がですね、下車員をしてくれたんですね。別に押さなくてもよかったんですけどね、このところにこうちっちゃくね、こう筑後船越っていうのがですけどね、なんか珍しいなと思いました。今度は到着ですね。新幹線の1日の泊まる本数が少ないからなんでしょうけど、非常にねガラーンとしてましてですね、新幹線の駅っぽくはないですね。ここはですね、ただ在来線と乗り換えができるので、便利でしょうね。11番乗り場、列車が通過します。列車の通過の合図が来ましたね。頑張って撮影したいと思います。まもなく11番乗り場、列車が通過します。今度はですね、下りの鹿児島中央行きのですね、鹿児島中央方面の新幹線が来ましたね。今ね、遠くの方にね、ちょっとライトをつけて見えるんですけど、これはあっという間に来ますからね。ということで、2時49分に在来線のね、また上りの区間快速来るんで、それに乗ってですね、久留米に行こうと思います。あとね、もうちょっと粘れるかなと思ったんですけど、粘れなかったですね。ちょっと急がないと意外に距離があるのかもしれないですけどね。